とうございます。おはようございます。おはよう、みんなおはよう。おはよう。ちょっと今から髪をセットする。前髪セットします。おはちゅんちゅんです。おはよう。ブザビートありがとう。おはようございます。沼にはまりに来ましたってありがとう。27日昼公演当たったよって、嬉しい、ありがとう。めっちゃ嬉しいです。それはご報告ありがとうございます。ブザービートありがとう。はるちゃんおはようって、おはよう、来てくれてありがとう。ブザービートありがとう。おはよう、おはようはるか、おはよう、おはようございます。みんなおはよう。ちょっとさ、髪やりたいんだけどさ、ここがさ邪魔だ。前髪をさちょっとだけ巻きたい。長くなってきちゃったからね。でもね、ちょっとここがぶつかるから、うん、おはようって、おはよう、同じく当たりましたって嬉しいな。それはね、ハルチュンルームに来てくれる方が当たるなんて嬉しいです。仕事行ってきますって、行ってらっしゃい。お仕事頑張ってね。ブザビートありがとう。おはよう、みんなおはよう、皆さんおはよう。今日はちょっと髪の調子が不調かもしれん。よし、まあいっか。まあいいや、まあいいや。あ、でも意外といいかも。で、おはよう。待って。日曜日劇場に行きます。パフォーマンス楽しみですって。嬉しい。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。ぜひぜひ待ってます。おはよう、ブザビートありがとう。沼にはまりに来ましたってありがとう。嬉しいですね。おはるちゃんです。おはるちゃん、最近の悩みはまつげが抜けることですね。毎日ビューラーしてるからさ、まつげが抜けてきちゃってさ、まつげなくなってきちゃった。どうすればいい？おはよう、仕事の準備があるので挨拶だけ、真面目に仕事してきますって。ありがとう。で、また来てね、お仕事頑張ってね。ハチュン的決まった髪型ってどっち巻きって、どっち巻きってどっち巻きだろう、どういうことだろう、外巻き内巻きっていうこと。ペンライトありがとうございます。まつげかける、でもまだ大丈夫そうだ。あ、ごめん、まつげの具合を調べてた。まだ配信越しで映るから大丈夫か。つけまかって、あ、つけまつけるしかない。でもさ、増えすぎて逆に違和感じゃないね。ギュインギュインじゃん。
まだ平気か、まだ大丈夫。でもね、実際見たらね、わかるんですよ。いや、私だからわかるのか。ね、減ったなってわかるんだよ、まつげが。だから、ちょっともう、まつげを育成しないと。やばい、育てないとさ、もうすぐハゲちゃう。まつげなくなっちゃう。ムザビートありがとう。おはよう。おはようございます。もうすぐやばくなっちゃう。あ、レインボースターありがとう。嬉しい、ありがとうございます。なんでそんなにみんなレインボースター持ってるんだろうね。おはよう、ムザビートありがとう。昨日は睡魔に襲われて配信途中で終えて寝ましたって。ハルチューすみませんって。いや全然大丈夫よ、ね、眠い時は寝た方がいいと思います。じゃないと寝不足になってしまいますね。松井くん、松井くんって。確かにね、松井くんしないと。レインボースターありがとうございます。みんなすごい持ってるのね、レインボースター。育てられるものなの、まつげって。そうなんですよ、育てられちゃうんですよ、まつげ。簡単に育てられちゃう。なんかまつげ美容液を塗るだけで違うらしいですよね。まつげも濃くなるし、なんか伸びるらしいです。でまつげ溶かしていい？ちょっと初めてやるんだけどさ、前にさ、ルアちゃんがやってるところを見たんだよね、まつげを溶かしてるところ。どうやってやるのかわかんないまつげどうやって溶かす。レインボースターありがとう。ブザービートありがとう。なんでハンギョドンあんなにいるのって。いや、なんかね、なんか姉がめっちゃ好きでハンギョドン集めてて、それでなんかいつの間にか侵入してきた、私のところに侵入してきた。でハンギョドンを出してみた。私全然、私はハンギョドンガチ勢じゃない。うん、かゆい。ここがかゆい。なんかさ、目の中に入ってる気がする。なんかまつげ入ってる気がする。会社に行ってきます、またねって。また来てね、ありがとう、お仕事頑張ってね。ね、なんか入ってる気がするんだけど、目痛いんだけど、チクチクする。やばい、これまつげ入ってるよ絶対。おはよう。まつちゅん画面の半分がハンギョドンで追い尽くされてたって。確かにハンギョドンに乗っ取られてた配信を、最後の最後。おはよう、おはようございます。可愛い子発見ありがとう。逆さまつげなんかな、おはよう。いや、ここじゃ見えないな、ね、画面越しでなんか見えたらこうやってあげればいい。タコありがとうございます。タコタコタコ祭りありがとう、ね、おはよう。あ、100回記念おめでとうございます。ありがとう、100回も来てくれて嬉しい。ありがとうございます。おはよう、ブザビートありがとう。アイボン、あ、やばい、くしゃみ出そう。くしゃみはぁ大丈夫だね。アイボンないよ。アイボンってあれなんだ、なんだっけ、目薬ですか。
そういえばうちの村長もハンギョドンにハマってたちゅうよって。あ、そうなんですか。ハンギョドンのグッズめっちゃあるんですよね。なんか姉がさ、よくあれをやってくるので、なんだっけ、あのコンビニにあるさ、なんかなんとかなんとかくじ引き、なんとかなんとか、なんだっけ、なんかやってくるから、ハンギョドンのものいっぱいある。おはよう、おはようございます、南川です、南川遥です、来てくださってありがとうございます。越後姫のパフェね、あとね、なんだっけ、なんだっけ、みんな教えて、みんな、なんだっけ、アンド、あ、それだ、アンドカフェだ、それだ、アンドカフェだ、新潟駅の西口の近く、違うな、私どっちがどっちかわからないんですよね。バンダイ西、東、南、待って、東ってある待ってわかんない、デマ流してる、今デマ情報流してるわ。東って聞いたことないな。めっちゃでかいのがいたねって、そうなんですよね。ブザビタありがとう、クチューンって私のくしゃみそんな可愛くないです、そんなに可愛くない気がする、クチューンってできない。ただいまって、おかえり、ブザビタありがとう、おはるちゃんって、おはるちゃんです、来てくれてありがとうございます。そう、ゴーグルみたいに水溜めて目が洗えるやつ、あれコンタクト専用じゃないの、それ確か姉が持ってた気がするね。私は持ってないんですよね、それコンタクト専用かと思ってた。私コンタクトを入れたことないんだよね。あ、そう、一番くじみたいな、そうアンドカフェ、アンドカフェか。おはようございます、南川はるかです、来てくださってありがとうございます。レインボースターあるって、でもはるちゃんには投げれないよって。え、全然投げなくて大丈夫だよ。で、バンダイ口劇場側で南口がドンキ側、え、なんか西口もなかった、西口ない、なんかね、西口ってあった気がする。今日の目の調子が悪い、1ミリだけ悪い。なんかさ、ここがみんなに分かってほしい、目の調子が悪いこと、治ったおはよう、ね、ふむふむ、 NGT には東はいないっちゅうよねって。あ、確かに東さんはいないですね、うん、RBBB パフォーマンスしますかって、なんかパフォーマンスとトークショーって書いてありましたね。え、合ってるよ、え、12月14日のことだよね。え、RBBB さん、あの普通の、あのうちらがいない RBBB ですか。え、と、そう、物販コーナーのお手伝いと、あとなんだっけ、あともう一つ書いてあったんだよね、何書いてあったっけな、何書いてたか分かんない、なんだっけ、忘れちゃった。あ、それだ、応援レクチャー、すごい、私が考えてることを分かってくれる方がいる。おはよう、今日誕生日って、待って、サングラス用意するの、待って、
誕生日おめでとう。待って、ここにはないサングラス。ちょっと待って、やばい。ちょっとさ、今日はさ特別なことしていい？ごめん、特別ではない。あのね、サングラスもない、あの髪もない、あの髪もない、あのペンもない。やばい、どうしよう。お誕生日おめでとう、本当にごめん。ちょっと待って、みなみかわちょっと考える一回。やばい、これはやばい、一大事、みんなの一大事だよこれは。なんかさ、どっかにさ、待って、どこだっけ、待って、みなみかわ一大事、日曜日公園行きますってありがとう。やばい、一大事すぎて家族が来た。やばい、おはよう、オレンジサイリウム見つけて寝てありがとう、あ、テイ軍団来てくれてありがとう。48グループの劇場の近くにドンキあるあるだよねって。え、新潟ある？ドンキ、え、なんか近くになくないですか？近くにはないね。100回記念ありがとう、100回訪問ありがとうございます、ね、え、東西南北と中が全員集合。ちなみに東は東京出身の青さん中央って、そういうこと、すごい。サングラスないのって、まさかのサングラスない、やばい。南川考えるわ一回ね。待って、ちょっとさ、今日は特別に紙でお誕生日おめでとうございますって、ね、そう、サングラスね、ない、なくなっちゃった。待って、このあのさ、なんかさ、ペン渡されたけどこれない。これどんな色で、南川の緊急出張しないと、本当にない。27日公演当たりましたよ、いい席だったらまた釣ってくださいって。あ、ぜひぜひね、あのいい席じゃなくても釣ります、頑張る。おはよう、最近毎朝来てしまってるって、毎日来てしまっているなって。いやー、それはありがとうございますね、あのはるちゃんも嬉しいです。多分はるちゃんにハマってきている、ね、お誕生日、あ、字汚な、ちょっと待って、ブザービートありがとう。テロップでやればよかった、もしかして。南口出てしばらく歩くとドンキ、ドンキあるの？あ、なんか行ったことあるかもしれない、どこのかわかんないけど。よし、なんか書いてあげる、特別に何がいい？レインボースターありがとう。あと9日チューンって、僕はあと4日チューンって、分かった。え、本当に近いね。レインボースターありがとう。お仕事行くのでまたねって、お仕事頑張ってね、
毎日ハルチュン沼にハマりかけてますねよねって。ハルチュン沼、え、あれだよ、え、ハマってないの、あのカエルか、オッケー。カエルさ、最近さ、可愛いカエルになってきた。毎日書いてるからかわかんないけど、ね、お誕生日おめでとうの前お誕生日おめでとうございます。本当にごめんね、サングラスがない。サングラス見つけたらサングラスかけるから許してください。これでちょっと軽くなっちゃったかも。お誕生日おめでとう。なんかカエル可愛くなってね、なんか最近私に似てきたカエル目が。ありがとうございます。カエル羨ましい。え、どうする？ねえ、これさ、これもしかしてさ、みんなこういう系がいい？オレンジオレンジ。柱の後ろの席でもオレンジオレンジサイリウム見つけてねって。あ、見つける見つける見つけるけど、あれなんか、え、柱の後ろって決まってるのもうだんだん上手くなってるよって。あ、まさかのカエル上手くなってる。これは成長ですね。ドンキ、あ、ドンキ知ってる、ドンキ知ってる。場所はあんまり。おはよう、中央区南笹口 1-1-1 にあるって。あ、びっくりした、自分の住所かと思った。あ、私の住所じゃないよ、違う違う、そうじゃない、あのゆうの住所をいきなり言ってきたのかと思ったら、まさかのドンキの住所を教えてくれるなんて。レインボースターありがとうございます。日曜日公演の MC 楽しみですって。え、だよね、私も楽しみですね。ね、どんなことを話すのか。レインボースターありがとう、ブザビートありがとう。ね、カエル羨ましい、ね、カエルここら辺に貼っとこうかな。レアだってスペシャルおめでとう。ね、なんかないんですよね。ね、これ見しちゃっていいの？あ、ありがとう。え、どうしたの？え？あれ？なんか話してる。こんなこと書いてくれたら嬉しくてキュンシンしますって。あ、本当かい？それは嬉しいね。ありがとう、むしろ嬉しいって。え、ほんとサングラスで十分って。え、なんでやねん、カエルは必要ない。だんだん上手くなってる、すごい、それは嬉しい。なんかなんかきっとママネージャーじゃんレインボースターありがとうございます。おはよう、ドンキ駅南か、少し歩くんだよねって。だから私わかんないのかな、ドンキの場所あんまり分かってない。あ、マネージャーって、あ、姉マネージャー、あ、姉じゃ、なんで姉ちゃんってわかったの沼にはまりに来ましたって。おはちゅんです、おはよう。あ、姉じゃ、可愛い子発見ってありがとうございます、嬉しい嬉しい、感謝ですね。ちょっと待って、おはよう。え、めっちゃ可愛いって、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。
12月14日のチケット取りましたって、え、ありがとう、ね、嬉しい、それは、ね、南川頑張っちゃいます。アネージャーってうまい ね、アネージャーです。ドンキの2階にタレカツ屋さんあるよって、あそこなの、タレカツ屋って、え、行かないとじゃん、え、ちょっとメンバーみんなで行こうかな、3期でちょっとタレカツ食べに行きたいんだけど、みんなで行こうって。え、まださバスセンターのカレーも食べに行けてない。いや待って、あのね、まだ3期生でさ MC でさ行こうって言ったところさ全部行けてないんだよね、行きたいね、ちょっと現実を叶えたいんだ。なんかさハゲてる可愛い子発見ありがとう。アネちゃんを尿死にしてもいいちゅんかって、え、どういうことだ、どういうことだ、ね、可愛い子発見ありがとう。ね、仕事行きますって、行ってらっしゃい、お仕事頑張ってね、行ってらっしゃい。え、結婚してってありがとう、ね、またまたありがとうございます、嬉しい、ありがとう、ね、来世でよろしくお願いします、プロポーズは来世で受付中私のこと見つけてくれたらいいよ、来世で。マレーシアからおはようございますって、おはよう、おはようございます。マレーシアって時差あんまりないんですか。え、なんかすごい、なんか可愛くなってる、見て、でもあんまり映らないかもしれん見て、お誕生日おめでとうございますって、なんか私がイラスト描けないの知ってたからさ、姉が描きに来てくれた優しすぎるでしょ、お誕生日おめでとうございますね、姉ちゃんがめっちゃ描いてくれてるんだけどね、最高のお姉ちゃんを持ちましたね、私。メンバーってメンバー全員って28人って、え、先輩、嘘、え、先輩もいけるのかな、それってさもうさあれだよね、もう貸し切りの方がいい感じだよね、人数多すぎて、ね、味噌カツ、あ、味噌カツは食べたことないね、あ、味噌カツあるわ、ありました、ごめん、ちょっとデマだね、味噌カツ食べたことあります、ね、本当に3期生で行く、3期生みんなで行くのって、え、本当だよ、え、嘘じゃないよ、それ嘘じゃない、嘘じゃない、本当に行く気満々だから3期生、うん、12月14日のチケット買ってあるよって、え、嬉しいね、嬉しい、ありがとう、私目当てかわかんないけどありがとうございます、ハートありがとうございます。はるか一押しなの、え、はるかってこっちのはるかかな、ね、職場に着いたらちゅんちゅんまたねって、また来てね、またね、お仕事頑張ってね、朝から最高の目覚めやって、え、ほんと嬉しい、それはね、朝から来てくださってありがとうございます。腕立て伏せしてる、このカエル、これ違う、カエル飛んでる姿なんです、これカエル飛んでる、前世で結婚お願いしたものでござるって、あ、前世で結婚あのお願いされたん、あ、私プロポーズされてた前世で、姉ちゃんからのお祝い、うらやましいって、え、なんで、私は私からじゃないの、私からも嬉しいでしょ、う
ちゃんありがとう。結婚しようなって。え、まさかの姉ちゃん狙ってんの？で、なんでみんな姉ちゃん狙ってるの？ねえ。これ、カエルです、カエル。カエルです。謎の生物って。それはなんで動物って。これ、カエルです、カエル。11人だと目立つって。確かに確かに。バスケの撮影可能だから、だから、あ、バスケ撮影可能だから可愛い写真撮ってもらえるといいねって。確かに。え、でもね、私ね、あの動いてる姿ね、あれなんですよね、激しすぎて最近、あの結構ね、あの動くのがね、なんかた、あのね、すごく半面の姿とかになっちゃう可能性がありますね。私自己顔になりそう、わかんないけど。可愛い子発見ありがとう。ああ、やばい、コメントが飛んでいってる。可愛い子発見ありがとうございます。あ、飛んでる姿だよ。圧がすげえって言わないで。コラボ配信予定は立たないのに11人で予定合うちゅんって。え、予定立ってる今。今ね、決めてるの、ちゃんと。あの、コラボ配信何日にしようね、みたいな。何日が何々、何日が誰々って。今ね、頑張って予定立ててるから、ちょっと待ってて。でもね、あの、予定、なんだろう。予定をさ、何、詰め込みすぎちゃってさ、あれなんだよね。なんか、予定詰め込みすぎるとさ、毎日がさコラボ配信になっちゃうからさ、あのまだ待っててもらってる方もいる。でも毎日がコラボ配信でもいいんだけどさ、うん、ね、なんかコラボ配信見たい方もいるし、見たくない方もいるのかな。見たくない方いるのかな。コラボ渋滞になってる今。そう、コラボ渋滞ですね。沼にハマりに来ましたって、ありがとう。めっちゃ渋滞してる最近ね。あ、お誕生日おめでとうになってるけどって。あ、そう、お誕生日の方、あの祝ってた。そうなんですよ、私の配信はお誕生日の方祝うというあるんですけどね、今日サングラスがなくてメッセージに書いた。姉ちゃんの方がかな、年が近いからって。え、私はあれね、確かに姉ちゃんの方がさ、年近いかもしれないよ。でもなんで私のこと見捨てるの。ダメでしょそれは。ね、それ飛んでる姿なのねって。あ、そうだよ、そう、沼にはまりに来ましたって、ありがとう。あ、これ読んだね、飛んでる姿なのって。日曜日の公演楽しみだなって。え、いいね、ね、楽しみ、私も楽しみなんですよね。ね、ぜひ、あの、よろしければなんですけど、よろしければなんですけど、オレンジオレンジも振ってね。ガチで言うと、はるちゃんの焼き餅を誘うためよって。あ、ガチすぎる、ガチすぎるよ。ね、焼き餅誘うためなの、ほんとかい。ね、おはよう、おはようございます。カエルより足が生えたオタマジャクシって。え、なんでそんなこと言うの。カエルだよ、カエルだよ。あ、おたんびになってる。え、そういうこと、おたんびになってるの私。間違い探ししてるじゃん。やばい、おたんびになってる。ジョーがない、やばい。え、これのこと言ってたの、おたんびになってるってこと。え、ね、また書き直さないのにゃ。嘘、せっかく姉ちゃん書いてくれたのに、おたんびになってる。じゃあ待って、姉ちゃん気がつかなかったって。え、それなすぎる。
え、すごい、さすがにすごいね。お誕生日やばい、やばいよ。もう一回、もう一回書くわ、もう一回書きますね。これのことをみんな言ってたのね。え、何何何何って思ったら、まさかのあれか、お誕生日か。うさみとありがとう、おはようございます、お誕生日おめでとう。待ってよ、よし、カエルちゃんを書いてね。コラボ配信週間とか、あ、なるほど、いいね。もっちゃんとのコラボ配信見てみたいって、あ、ね、する予定ですね、する予定、私はね、する予定だと思ってるのでね、ちょっと待っててね。そうなんや、もっちゃんのコラボ配信ってボケとツッコミの渋滞だと思うんですよ。あのボケしかいないから。あ、これだ、お誕生日おめでとうございますだ。勝手にスクショタイムにしちゃった。誕生日おめでとう、こっちの方が良かったかな。ね、本当にやばいね、あの感じ全然気づかなかった。おたんびか、ね、可愛い子発見ありがとう。スケブーのお誕生日じゃなくておたんびになってるよに見えた。あ、そう、おたんび、あ、そういうことかね、違う、おたんびだったのよ。ありがとう指摘してくれて、みんながなんか言ってくれ、なんか言ってくれなかったらおたんびのままになってたね、圧が以下処理以下略ってね、圧がすごいのかな。ももちゃんのが近、年が近い、え、ももちゃん、そう、可愛い子発見ありがとうね、ありがとう。おはよう、スカヒラの時オレンジ振りますねって、ありがとうございますね。他の時もオレンジ振ってもらえるようにあの頑張りますね。気がつかなかった、あ、誕生日の方も気がつかなかったね、知らなかった。だいたい朝配信仕事ないよって、あ、お仕事ね、お仕事頑張って、おかわり来たで、またね、でお仕事頑張ってね、また来てね。で3期生みんなと順番にコラボしてほしいって、あ、そう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 、あのする予定なんだけどさ、なんかね、リリカちゃんとかコラボ配信の仕方わかるんかなって。なんか前にさ、あの電話の時もなんかさ、コラボ配信じゃないよ、電話の時にね、めっちゃ苦戦してたのよ電話だから、さ、できるかなって。リリカちゃんね、今誰とコラボしたことある、ルアシとスイスイだっけ、あと9人、待って、あ、私入れちゃダメだ、8人だ、あと8人とコラボすれば完璧で、次誰とコラボしようかなって悩み中です。おはよう、2回もありがとうって、こちらこそですね。パンダありがとうございます。パンダの肉まん、多分肉まん、わかんない、あんまんかな、ありがとうございます。26日オンラインもよろしくお願いしまっちゅんって、ありがとうね、よろしくお願いしまっちゅんですね。その変なキャラ何って、変なキャラって言わないでくださいよ。これですか、これ、これカエルです、カエル、これのことかな、私のキャラの話、気づかなかった、気がつかなかった、失
敵なお誕生日になったよってありがとうって、こちらこそです、誕生日の日に配信見に来てくださってありがとうございます、素敵な1年にしてね。ね、この1年ははるちゃんに何回会えるのでしょうか。365回かな。ブザービートありがとう、ブザービートありがとうございます。事前にレクチャーしてからだねって、そうですね、そうそんな感じ。あと9人は何かが見えてるって、あ、自分の人数も入れちゃったやばい、自分の人数も入れちゃってあと9人って言ったけど、あ、私は違うわって思って8人。前に1回やってるから分かるんじゃない。え、前に1回やってるの、え、リリカちゃんやってるっけ。なんか配信の仕方は分かると思うんだよ、でもあれだよ、あれだよ、コラボ配信の仕方分かってるのかなって。沼にハマりに来ましたってありがとう。駅まで疾走体制走るの。はるちゃんの企画力と行動力よきよきって、ありがとう、そんなに褒めてくれくださるとは思わなかったです。ありがとうございますね。それをその私の頑張っておしゃべり会の企画とかね、考えないとなって思ってるんだけどさ、まだ決まらない、どうしよう本当に。ラブレターありがとう、嬉しい、ありがとうございます。告白何枚書いてあるのかな。カエルなんだって、あ、そう土曜日のオンライン参加しますって、嬉しい、ありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。セイタンティーのマークって、そうなんですよ、そう、このカエル書かせていただきました。バラありがとうございます、バラありがとう。はるちゃん、そのカエルごと、そのカエルことあるごとに書いてるとグッズ化にするから続けてって、あ、わかりました。でもね、私黒板にもカエル書き続けてるんだよね、いっぱいね、いっぱい書いてる。ムザビートありがとう、ツアー前にみんなやらなかったっけって、3期生はね、千葉公演組しかやったことないんだよね、コラボ配信はね、他の子たちはやったことないんだよね、だから私がみんなの初めてのコラボ配信を狙う。おはよう、明日のおしゃべり会も行くからね、最後の部って、明日だ、ありがとう、待って、あ、今日金曜日か、違う、それを言いたかったんじゃない、明日が劇場かと思った、待って、違う、明日がおしゃべり会で明後日が劇場か、やばいわ、南川やばい、明日だ新潟県民はシャイなのでいろいろと誘ってあげてって、あ、私もさ、あれなんだよね、私も人見知りだからあんまりね、自分から誘うことができないんですよね。おはようございます、アイニャのワニの次はハルチュのカエルがグッズ化されるかなって、はあ、どうだろうか、あ、リアルコラボでいいのではって、確かにハルチュのカエルともっちゃんのシマウマ公式グッズ化しないかなって、あ、もっちゃんのシマウマもね、すごかったよね、ね、私のカエルよりもっちゃんのシマウマの方がグッズ化されそう。ムザビートありがとう、そう、千葉の時なんだよね、コラボ配信フライデーだったね、今日ね、金曜日。ムザビートありがとう、なんだっけ、熊の肉まんありがとうございます、おはよう、おはようございます、レインボースターありがとうございます、嬉しい、キラキラ金曜日って、初めてなんだけどそんなこと言ったの、キラキラ金曜日ってレインボースターありがとう、おはよう、ブザービートありがとうございます、
可愛い子発見ありがとう。ね、なんかさ、ね、はるちゃんもさ、なんかなんとかなんとか何曜日とかやりたいんだけどさ、はるちゃんの日ってさ、なんかないかな。南川はるか、うん、できそうになかった。南川できそうになかったですね。私苗字に曜日入ってなかった。ねえ、はるかの日作りたいんだけど、何がいい、なんか作りたい。その日はなんかお祝いみたいな。お祝いではないけど、ね、え、かわいい子発見ありがとう。そろっとお仕事の準備でドローンするチューンって、夜配信あったらまた夜チューンって。夜配信ね、予定では21時だけどできないかもしれんの、わかんない。実際にグッズ化されたれば、ワニグッズってね、ワニグッズね。おはよう、おはようございます。かいわれくんもグッズになったしって。おお、アルビビビの試合がある日ははるかの日って結構あるじゃん、結構あるじゃん。はるかの日多くなるけど大丈夫かな。毎月4日とかって、確かに4日かありだな。うん、誰とも被ってなかったら4日とかありかもしれぬね。うん、可愛い子発見ありがとうございます。嬉しいね。千万両、小判ありがとうございます、ね、ブザービーターありがとう。ねえ、なんで名前変えたの？あ、ただただ疑問です。ねえ、コラボ配信の時からずっと思ってたんだけど、なんで名前変えたの？ねえ、なんかすごい長くなってる。1年ずっとはるかの季節じゃなかったちゅんかって、あ、それ私じゃない、私の方じゃないね、大江さんですね。それは今日ははるちゃんの日、星になってると毎日言ってみるって、あ、毎日がはるちゃんの日ありかもしれんね。毎日はるかの日だったら、はるちゃんの日だったらさ、みんな毎日お祝いしに来てね。はるかの日は半額になるのかなって、違うって、違うよ、はるかの日無料です、無料ね、ただになる。おはよう、12月14日のバスケチケット取ったよ、行くねって、ありがとう、めっちゃ嬉しいんだけど。じゃあ探すね、探す、ありがとう、嬉しい、めっちゃ。毎月4日はハルチュンでいいと思うって。あ、いい？ハルチュンで毎月4日にしようかな。レインボースターありがとうございます。お宅のノリって怖いよね、知らぬ間に定着してたって。あ、ノリなのそれ、ノリだったんでもね、その名前ね、私気に入っちゃったね、すごい可愛い。おはよう、おはようございます。1年ずっとポルカの季節でしょって。あ、ポルカ、あ、私ポルカか。ね、ポー三姉妹のさ、ポー三姉妹さ、長女はさ、ポキでわかるんだけどさ、ね、次女誰だと思う？次女問題があるんだよね。ね、夏希ちゃんか私、どっちが次女だと思う？ね、はるかの日はスタンプ2倍かって、まさかのスタンプ2倍ですって。ポコ？え？私じゃないの？私じゃない。でもポコ末っ子っぽい感じもするじゃん。ムザビーターありがとう。
誕生日が早い方が次女かとって、そういうことになっちゃうの。じゃあ私これでも成功、私これでも成功なの。いや私さあれなんだよね、あれなの、私さ親戚の中でもさ、親戚いとこ親戚の中でもさ、末っ子なんだよね。私お姉ちゃんになりたいんだけど、で毎月4日はゆきちゃんの日って、あれね4日の方あれだよね、多かったらさ何々ちゃんの日でしょ何々の日でしょって言われちゃいそうだよね。なんか名前に関連してるやつがないかな。おはよう、なつきちゃん末っ子感半端ないよね、わかる。でもね、なつきちゃんはね、末っ子じゃ、末っ子ってね、あの3期の末っ子って私しかいないんですよね。ね、だから末っ子の才能はあるかもしれん。ね、3期生の末っ子私だけらしい。え、末っ子だっけ？なんだっけ？あれ？末っ子？あ、そう、末っ子。え？末っ子？ん？確か成功私だけ だった気がする。目の前順番だったらポコが成功かなって。だよねだよね、ポコが成功だよね。うん、ブザビートありがとう。ねはるちゃんかな、イメージ的に次女かなって。だよね、英語で書くと星にって。え、何、おはよう、リアル成功ってことかって。そうなんだよね、そうリアル成功、よもやよもやの成功って。そう私だけだった気がする、リアル成功。ねスイスイ成功感あるよね、わかる、わかります。ねブザビーターありがとう。あでもさ、なんかみんなが思う年齢層と、あのみんなって3期みんなねと、マネージャーが選んだ年齢、あの年齢順、あの精神年齢順っていうやつあるんですけど、あれね私最下位とね、あの下から2番目を取ってるんですよね。ね精神年齢は低いみたい。おはようございます。南川遥香です。あ、なおありがとう。やばいね。ランキング読まないと。仕事に行ってきます。またねって。また来てね。ありがとうございます。あ、その順番知りたい？それ知りたい？わかった。じゃあ、待って、覚えてないんだけどさ、あの、写真にあるからさ、あの、今度教えるわ。おはよう。おはようございます。来てくださってありがとうございます。そう、あのマネージャーが選んだやつは私が最下位で、あの3期みんなであの選んだやつは私下から2位なんだよ。それ次の3期公演の MC 並び順にしてみては。あ確かにありかも、ありかもしれん。じゃあちょっとランキング読むね先に。13位からいきます。13位、天使の分け前チューンありがとうございます。12位ヒロヒロシチュンありがとうございます。11位ハルチュンありがとうございます。10位マッチョチュンありがとうございます。9位酒井秀一チュンありがとうございます。8位チーボーチュンありがとうございます。7位ケンジチュンありがとうございます。6位ユートチュンありがとうございます。5位アスリートチュンありがとうございます。4位南川ゴーチュンありがとうございます。3位リョウチュンありがとうございます。2位7563、あ違う、これは違う、待って3付けになっちゃった2位756チュンありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルルヨシチュンです。ありがとう、ありがチュンって、こちらこそありがチュンです。
なんかさ、最近さ、みんなのさコメントでさ分かってくるようになった。なんかみんな59分になると、今日も頑張ろうとか、お休みとかさ、夜配信だったらお休みとか入れてくるんですよ。お休みとか、あとね、なんかそれでみんなね、またねとかも入れてくれるからさ、私何分が何分か分かってきた。もう3、あ、もう59分だ。また来てね、お仕事頑張ってね。ね、コメントも締めにかかるって。ね、そうね、またね、じゃあね、お仕事頑張ってね、学校も頑張ってね、またね、バイバイ。